はい、どうもガキです、筋トレのみでプロ入りするやっていきたいと思います。サクセスですね、前回試合で地方大会1回戦勝ったんか。その調子でバンバン行こうと思うけど、とりあえず有給使おう。トリマ有給使おうか。試合までもうすぐか。給食金分かりました。給食金すると福利会給料が加算される。ほう休みが1日増えたんか。いいね、それは。休日手当は出ないんですか。休日手当は。どこ行こうかな。バスターミナル行こう。一緒に行こうか。演出チャンス。いいね。ん？なんだ。あ、機材が完成したのか。お、上がった。早速筋トレしよう。あ、負けた人のピッチャーだ。負けたチームのピッチャーだ。バスターミナル。これ付き合えんのかな？いつ付き合えんのこれ。まだ付き合えないの？ご相撲です。金属の箱。救急箱、ムード丸。試合、相手も、ムード丸とかいいね。チャンスもいいね。粘り打ちもいいね。粘り打ち、代打、体当たり、ムード。技術が圧倒的に足りない。技術が足りないから、技術が上がるやつはあんま取らない方がいいのか。ってなると、粘り打ちは取らないとこう。代打取ろう。体当たりも取ろう。ムード丸も取ろう。で、パワー上げよう。パワー S なった。パワー S なったからね。あとはじゃあ何上げようかな。チャンスとかも取りたいしね。試合開始。4回戦、もう4回戦か。自分の敵を操作。どこだ相手は。エクスプレスキュービン。エクスプレス。パワフル。筋肉マン行こう。あー早すぎた。でもパワーがすごい。パワー S だからね。あーゲッツーだ。あ、ゲッツーだと打った。うわ打てなかった。チャンスで、チャンスでもないけどね。まあ2点入るチャンスだね。これは1点しか入んないからね、ホームランでも。うわシュート、シュートスライダーが、あーヒットか。最悪だ。うわ2点取られてる。やばい、これは負けるかもしれない。うわ最悪だ。やばい。お願いします。勝ってください。加藤 OK、 任しとけ俺に。うわ最悪だ。負けたな、これ。負けたら終わりなのかな、これ。もうゲームクリアじゃん。ゲームオーバー。ゲームオーバーかな、これ。うん、ゲームオーバーではないのかな。手伝って感じですよ。あ、ゲームオーバーじゃないのか。よかった。まだ試合ある。まだ大会はあるのか。よかった。これでゲームオーバーだったらね。負けたら。いいやつになった。いいやつになりました、僕は。頑張ります。不眠症になった。守備。技術を上げたい、技術を。お祝いしよう。家にもしかして入るお父さん。家族持ちなのか。通院。うまくいかなかった。おっく治った不眠症。
練習、筋トレしようか。あ、これなんかタックできるのか。でも俺は筋トレをする。それでも俺は筋トレをする。ずっとこの人追いかけてんだけど、いつ付き合うのかな。全然付き合えないな。追いかけてもう一度話す。ソーリーが上がった。これでソーリー上がるの。体で受け止めて止まる。誰だ、なんだこいつは。え、なになに、恋愛相談所。なんだあいつは。変なやつがいた。名前をつけよう。俺たちの魔球。ホワイトストーム。名前決めさせてくれなかった。筋トレ。うん、こう言ってみよう。この前ちょっとね、筋肉の神様。お、試合だ。地方リーグ7、予選リーグ7回戦。あ、そういうことだ、リーグ戦か。あ、リーグ戦なんだ。そういうことね。こう、トーナメント戦かと思った。トーナメントで4回戦かと思った。まあでも、リーグ突破は決まってるんでね。リラックスして打てる、リラックス。力王建設。やっぱリラックスして打つっていうのが一番いいからね。ほら、リラックスするとホームランが出る。リラックスをするとホームランが出ます。ツーランホームラン。さすがパワーエース。あれでホームラン入るからね。パワーエースだから。うちの能力見てみようか。選手の。どんな感じなの？強いのかな？矢部くん。篠田さん。浮島強い。そんな強くないか。守備が上手いのか。これが5番だからね。ピッチャーはでも結構いいじゃん。いや、ひどいな。なぜ出てない？あ、ポジション変わってるのか。ポジション変わってたのか、君。あー、早すぎた。前打席ホームランだね、もうこれは。あー、打ち上げる感覚でいくか。フライボールレボリューション起こそうぜ、日本でも。あー、普通にゴロだった。ツーベース。あ、ナイスツーベース。足で稼いだ人です。走塁意識の高さが伺われるね。さすが走塁 C。 入った。これが入るからね。まあ地方球場だしね。はい、勝ちました。決勝トーナメント来た。決勝トーナメント。おー、大丈夫博士。やばいな、これは。これはね、もうね、失敗するんだよ。 30% の確率で失敗するんですけど、男なら絶対やるでしょ。俺、大丈夫博士の手術断ったことないんだよ、今まで人生で一回も。というわけでね、やりたいと思います。はい、お願いします。それではやりますか。やっぱり上手くなりたい。俺は野球上手くなりたいんだ。科学の発展に進歩はつきものです。あー、おーのー、おーのー、おーのーです。矢部くんがそれでいいなら、おーのーです。能力が下がりましたです。体力がないです。調子上げたいな。絶不調だからね、試合までに調子を上げたい。とりあえずどうやって調子上げるんだ。応援しよう。やる気上がった。 OKOK、 やる気をこれで上げてこう。やる気をガンガン上げてこう。やる気が上がるところ、ここだ。よくわからんけど、占おう。
緑の鉄球。おお、やる気下がった。やる気が上がる、やる気が上がるアイテムとかないのかな。ショップ、やる気が上がるアイテム。ないね、やる気が上がるのとかは。そういうのは、そういうアイテムはないんだ。回復か。調子絶不調なのがね、試合まで残り4ターンなのに。ナイスプレイ。調子が上がらない。調子を上げてくれ、誰か。誰か俺の調子を上げてくれ。怪我した。あー、調子上げたい、調子、調子を上げたい。調子上げないとやばい、マジで。新キャプテンと勝負だ。逃げろ。何したの。体力上げたいね。体力じゃない、調子を上げたい。どうやって調子を上げるんだ。映画館とか調子上がりそうだね。あ、モテモテになった。あー、全然調子が上がらない。はい、 OK、 やる気上がった。まだまだやる気上げないと。あ、試合か、もう、もう試合か。社長が怒ってる、なぜ。勝てば廃止、絶対勝つぞ。 OK、 校長来た。試合だ。能力上げよう。弾道4、パワーが、技術が足りない。アイテム、ショップ、技術、技術ポイントが上がった。これでパワーが上げれる。あー、パワー S までならないか。試合しよう。精鋭アスリートのキャプテンだ。お前がキャプテン、スパイか、お前。絶対勝つぞ。自分の操作を。よく分からんけど、なんかキャプテンだったらしいね、青い髪の人が。事情は全然分からんけど、とりあえず俺は撃ったらいいんだ。あ、うわ、なんだそれ。今のなんかちょっとエフェクトに騙されて撃っちゃったけど、見逃したかった。一球、なんだ今の。違う違う違う、サウンドじゃない、ホワイトストリーム。ほんまにホワイトストリームだな。白い渦が。フォーク。逆にストレート分かりやすいんじゃないのこれ。逆にストレート分かりやすいね。はい、確定。全然打ちやすいじゃん。146m。あー、でも負けるかな。負けたら終わりでしょ、多分ここで。155キロ投げるんだ、こいつ。すごいな。ホワイトストリーム来いよ、ホワイトストリーム。あー、思ったより浮き上がらないね。ライジングショットとかと比べたら浮き上がらないな、あんまり。あー、やばいやばいやばい。てか俺全然好き、ホームラン打たないといけないの。普通のストレートの感覚でいいな、ホワイトストリームは。148キロ。てか俺負けでしょ、俺多分。あー、チャンスで回してほしい、せめて。入ったでしょこれは。はい、入った。あと1回回ってこないでしょ、打席。あー、負けた。俺は悪くない、俺2本ホームラン打ってんだよ。なぜ負けた。まだチャンス、まだあんだ、全国大会には。
まだ全国大会に行けるチャンスあります。よし、行こう。全国大会、全国行きたいよ。全国で結局あの人と付き合わなかったの。あの人とは牛丼行くか。超特盛、ありません。持ち帰りません。どうでもいいです。プロに入ればどうでもいいです。ギャル曽根と練習しよう。ギャル曽根と筋トレ、ビッグアリーナ、あ、ローズローズローズがチームメイトだった。ターフィーが、ターフィー負けれとるわ。チーム評価意外と高くないんだね。いいやつになったのに、俺いいやつになったのに。あー S にならない。パワーが敏捷と精神がすごく余ってる。補給を上げれるか。敏捷と精神余ってたら、あ、全国大会1回戦京セラドームだ。全国大会は2試合プレイ可能で、負けるとその試合でゲーム感、自分の席操作8回全員操作、ピンチチャンス9回操作、チャンスを9回操作、なりきり操作、 CP のもかせ。8回から全員操作の方がいいのかな。とりあえずピンチとチャンスの9回全員操作やってみようか。それでいいなと思ったら8回操作やろうか。先発のゴロのがいいんじゃない。絶好調だし、ノゴロにしよう。先発、お、タンポポ製作所だ。懐かしいな。貧乏なタンポポ製作所ね。あ、そうか、全員操作か。ローズも操作のか。お、あ、え、そういうことね。あれ、2ストライクだっけ、1ストライクかと思った。盗塁して始まったのか、浮島が。これ自分の打席操作の方がいいのかな。どっちがいいんだろうね。てか意外と変化球が曲がっててビビってるんだけど、スライダーが。うわ、うまい守備、抜けるかと思った。え、はい、あ、ピンチとチャンスをずっと操作するのか。パワースラ、スクリュー、パワースラ、1点取られた。そういうことね。ピンチとチャンスを自分で操作するんだ、大体全部。オッケーオッケー、はい、ね、二塁セーフ。こっちの方がいいな。8回から全員操作よりチャンスで。あ、バレてる、スクイズ、スクイズバレてる。しょうがないしょうがない。オッケー、打って返そう、打って返した。はい、オッケー。絶不調だから打てないと思ったんだけど、打てたね。全然俺の判断ミスだわ。ここでやべっち、やべくんのことやべっちって初めて呼んだんだけど、チャンス F だからね。チャンス F でもね、打てることを信じてます。はい、入らないか。はい、オッケー。ここで2番が浮島か。うわ、ストライクか今の。ミートでかいな結構。はい、オッケー。おー、見逃してしまった。絶好球見逃してしまった。ローズ、打ち方ローズ、打ち方がローズだけどね。全然肌がローズじゃないけどね。むしろ白ローズだけどね。肌はスライダー曲がるな。西尾維新から打とう。西尾維新から
上から読んでも下から読んでも西尾維新。うわー、ストライクか。ストライクかーい。うわー、ピンチだ。パワースライダー。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で牛尾だ。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げました、ボール。これは完全なボール球、カウントはワンボールツーストライクです。パワースライダーいいな。投げました、チェンジアップはボール。これはわずかに外れています。カウントは3。ああ、打たれた。ボールは中継、韓国製作所1点返しました。4対3、めっちゃいい勝負だな。稲垣、今日2度目のバッター。めっちゃホームランになってくるな、こいつ。第2球アウトコース、ストレートは外れてボール。バントする。投げました、危ない球。バントすんな。投球これから4球目、ここは振ってきました。ピッチャーの左へ転がした、一塁へ送る。うん、一塁だ。うまく転がしたな。第9投げました、初球空振り、タイミング合いません。投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、外れた、ボール。カウント1ボール2ストライク。ナイスピッチ、踏んの早すぎでしょ。第9球でスイングアウトを取りました。もうパワースラー多投するしかないね。投げた、これだ、オリジナル変化球だよね、多分誰かが作った。アウトロー空振り、タイミング合いません。投げた、ナイスピッチ、145キロ。チャンス。パワフルスポーツ、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁三塁という。まだ西尾維新か。カチュー持ってるのかこいつ。カチュー持つのは確かミー。うわ、スライダーいく。確か自分のチームのミ選手のミートとかパワーが上がった気がする。オッケー、超えた。これスリーベースいける。セカンドエラーか。今の。セカンドエラーでスリーベース。ホームラン無理か。さすがに。今のじゃ取られてたよ、危なかったな。ゲッツーだったな。ローズ。スライダーがえぐいな。低めのここら辺から曲がってくるスライダーが一番打ちにくい。いや、もうやっぱりスタミナなくなってるからスライダーの球速も落ちてるな。あー、ストレートか。あえてここで筋肉マンに回すっていう。これで2本ホームラン打ったいんでしょ。これでホームラン打ったらさっきの犠牲フライで帰ってこなかったらよかった、帰ってこなくてもよかったっていうことになるからね。あえて犠牲フライでホームに引かなかったのは筋肉マンを操作するためです。やばい、これで打てなかったらさっき犠牲フライしときゃよかったってなるからね。うん、結局ヒット、どっちでもよかったね結局。長いな試合、結構試合長いな。オッケーオッケー。どの上直道かな。第3球を投げた、直球見送ってストライク。次が4球目、投げた、打ちました、ショートの右。オッケー。パワフルスポーツ、なおもピンチが続きます。バッターは3番岩立、今日はライトフライト。あ、ローボールヒッターかこいつ。投げた、ボール、インコース低め、カウント1ボール1ストライク。ストライク。第4球は高めに、ボール、わずかに外れました。平行カウント、投げました、打った、左中間へ持っていきましたが取った。タッチアップからホームへ向かう。全然ダメじゃん。ここで曽根、ツーアウトランナー2塁という場面で曽根。ああ、まだ2勝か。第2球、ランナー走った、打ちました、ヒットエンドラン。ああ、無理か。はい、オッケー。まだ勝ってるから大丈夫。タフィローズ。これは、落ちないね。キンニグマン。これもうスライダー打たない方がいいかな。ストレート1本に絞るか。でもスライダーこいつ多投するからな。あー、もうスライダー打たない方がいいか、やっぱり追い込まれるまで。まあもう交代するでしょ、ピッチャー。ピッチャー交代した大関。こいつもスライダーか。スライダーと、あー、でもシュートがえぐいな。シュートか、これか、シュート。スライダー、オッケー、弾いた。
エラーか。セカンドエラーし、エラー2個もしてるよ。おい、スクイズスクイズ。オッケー。三塁まで起こった。2球連続外してくるか。まあ、普通にヒットで点取れるんだけどね。スクイズを決めたいっていう。ただ単にスクイズを決めたい。オッケー、これで抑えたら勝ちだね。シーナか。これシーナ、ここでシーナ使ったらなんかあんのかな。次の試合使えないとか。そういうのなかったらいいんだけど。あ、これサイドスローなんだ。コントロール系のピッチャーか。サイドスローで。はい、ナイスキャッチ。カジノ。レフト守備範囲。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは代打稲本、パワフルスポーツ。ここは何としても抑えたい場面。初球から打ってった。ライト方向へ持っていきましたが、ヒットで。ああ遊んでしまった。稲本、二塁決定、三塁へ。通帳しまった。セカンドから三塁送球。稲本、スリーベース。スリーベースで出た。調子乗ってるうちに。そして変えられてるくない？筋肉マンさん変えられてるじゃん。ファースト100式って人が出たもん。ガンダムかな。スライダー。はい、ナイスキャッチ。ファインプレー2個。危ない。初戦突破です。オッケー、勝利。クリアまで2。もうやろうか。やった方がいいね。で、アイテム買おう。何買おうかな。ピッチャーばっかじゃん。打撃系は？打撃系は金足りないのか。クイットブースター。それぐらいでいいか。これアイテム使わないといけないのかな。装備。試合開始。全国では決勝戦。決勝はどこかな。8回から全員操作。ピンチとチャンスは9回。これが一番いい気がするけど。これしようかな。チャンスだけにしようかな。わあ、シーナ絶不調じゃん。フランの五郎でしょ。あと、関野さんが絶不調なんで、セカンドは、こいつに行ってもらおうか。刺激。セカンド G。いいか。セカンドあと、モレス選手いない？あ、浮島はセカンド。ああ、でも無理か。セカンドいないのかな？二刀流いないの、二刀流。百式セカンド。それはないか。ソネさんもセカンド折れないしね。 G だけど、関野さんに行ってもらうか。守備考えて。あれ、決勝はここじゃないんだ。あの、この前ってとこじゃないんだ。黒獅子重工です、決勝は。あ、点取られてる。筋肉マン行こう。初めてのチャンスか、これで。おお、早いな。ヒゲがすごい、ノリさんみたいなヒゲしてる。はい、確定。ホームラン。逆転ツーラン。ヒットでいいね。ヒットで2点入るわ。悩んでらないか。オッケー、タフィー。やぶ、ゲッツ。あー、ゲッツだ。最悪だ。ミスター。だがヒット。野五郎さん、さすが二刀流。そして野五郎、左打ちなのか右打ちじゃないのか。なんか、そこするならちゃんと、もうちょっとちゃんと作れよって話だけどね。うわ、サードのやつ金髪だ。すごい。
帰ってこい。はい、セーフです。ただコントロールいいな、めっちゃちょうどベース上段。スライダーとフォーク、スライダースプリットね。もうピッチャー終わるでしょう。もうボコボコに打ってますよ、うちは。はい、はい、また二塁。9番バッターミート F、 パワー F の力でも打ってます。はい、セーフです。はい、オッケー、7点。コールドあるの、コールド超えたでしょう。はい、オッケー、ツーベース、連続ツーベース。ツーベースではないけどね、さっきのは。ただヒットで帰って二塁に走ってるだけだしね。こいつは、わ、変化球3つある。だがストレート、矢部君の足を舐めるな。余裕のセーフです。ずっとランナー二塁の状況を作り出す百式。あ、代打で変えられてる。変える、筋肉マン変えられてる。すぐ筋肉マン変えられるからな。うわ、えぐ、バリ曲がる。はい、ナイスピッチ。甘いチェンジアップは打たれるからね。あー、取れない。ローズじゃないの、センター。あー、まあまあまあ、ボコボコに勝ってるからね、まだまだ全然大丈夫ですよ。ヒゲがみん、ヒゲが特徴的だね、みんな。チェンジアップは高いと打たれるからね。ああ、ローズライトか。こいつもヒゲがすごいな。そして代打ばっかり出てくる。ナイスピッチ。えぐいな、一番こっちから入ってくるからね。これ打てないでしょ、こんなの。キャッチャーも取れない、打てないし、キャッチャーも取れない。肩が弱い。ナイスピッチ、ゲームセット、完投勝利です。優勝、おい。結局はこのチームとやらなかったな、もう一回負けたのか。なんかこんなあっさり優勝するんだね、意外と。4打席も経ったんだ。意外と普通にあっさり勝ったな。え、M&A で合併されるやん。ドラフト会議1位。あー、1位はなかったか。2位、うん、2位もない。3位、え、ちょっと待って、ない。5位、ない。おー、6位。あぶねー、ヤクルトギリギリ拾われた。ヤクルトに、あぶねー、ギリギリ入れた。あぶない、あぶない、あぶない。コングラチュエーション。あぶない、あぶない、あぶない、あぶない。怪我しに行くさ。まあここら辺はいじなくていいか。よし、あ、ノールカップしたかった、忘れてた。まあいいや、能力アップし最後しなかったね。ミスった、ミスった、ミスった。選手確認しようか、どんな選手作ったのか。これですね、星2つ。パワー S になればよかったね。代打丸、
ムードまで耐えて持ってるからね。これ代打に置いとくのはいいと思うね。よし、じゃあこれで終わるか。サクセス、筋トレだけでプロ入りできるのかはドラフト6位でヤクルトに示されました。はい、見てくれた皆さんありがとうございました。さよなら。